さあ、土井さんこんにちは。今日はちょっと変わったノートなんですけども、すいません、ちょっとこの方があるのが知らなかったですということで、小田さんどうぞ。こんにちは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 。また変わった車をいや正直知らなかったんですけど、これはい、これなんていう車ですか。これはノートのニスモ S になります。ニスモ S？ はい、初めて聞いた。初めて聞いたってこともないけど、見たことないこれって、はい、まず何が違うんですか。エンジンがノーマルは 1.2 なんですけど、これは 1.6 になってます。ノーマルモデルって 1.2 だけですか。 1.5？ あ、違う、 1.2 だけです。 1.2 だけ。 1.2 と 1.2 で、このニスモが 1.6。 はい。おー、でしかもさっきちょっと見たら、何ですか、車重1080キロに140馬力のエンジン。はい。これは絶対走り軽いでしょねえ。でしかも車検証見たら、なんか E12 回ってなってますね。回になって、はい、なって。何回って回ってあのグーのカタログにも回ってね、入ってるから、多分なんか違うね。エンジン一応乗せ替えてるのと、ブレーキも後ろが、ノーマルはディスクなんで、ドラムなんですけど、これはディスクなんで。どういう風に登録したのかな。最初やっぱ声がおかしい最初はあの多分従来の形で登録してるのかな。それを改造してもう一回測定入れてるのかな。改造申請出してる状態で流してると思うんで、それで E12 回になるのか、はい、だと思う。なんかよくわかんないね。なんかマーチもあるんですよ。え、ニスも。はい。それも回なの。 1.5 リッターの回であります。なんで回なの。え、別にその時後からもう一回測定入れてるのかな。いや、もうライン上でなんだろうね、なんで回になるかちょっとわかんない。詳しいこと調べてるんでわかんないですけど、じゃあまず全体的にこの形で販売されてる車。そうです。あ、じゃあエアロもじゃあこのままなんですね。はい。これまたエアロがさ、すっごいね、ここ奇抜だよね、ここの形。これこの形ね、顔に合ってない。このランパーとどうヘッドライト、これもえぐいね。これヘッドライトはもう形がこれなんで。これって普通のやつもこの形だよね。この形です。これさ、え、でもこのストライプは違うよね。これこれは作ってもらう、作ってもらったやつ、はい、これうっちゃけ多分走ってたら本当に舐められるぐらいな感じだと思う。え、ノートみたいな。だって煽られたりしない。やります。なられます。高速で後ろから、はい行けよって言われない。なります。実際踏んだらあいくね多分ね、あのそういうのだと思うんだけど。あ、ここにちょっと入ってる、ニソモ S って。はい。グリルは一緒。グリルも違いますね、ノーマルと。ここ違う。あれ、ノーマルどんなんだっけ。もうちょっと荒いというか。荒い。しまったな、ノートのノーマルをまじまじ見たことがない。でもこのノートちょっといいなと思ったのが、燃費がね、ちょっと良さげ燃費いいでしょ、これ。街の家って14ぐらい。14、普通のモードだともっと良くない。ノーマルのモード、CVT かだと16とか出ない。変わらんね。え、本当に。そうで、エンジン見た感じはさほどなんかね、特別感はないよね。なんかないです、ね、普通に。あ、何が違うんだろうなと思うぐらいじゃない。そうっすね。あと何、そこのチタンしてたんじゃないですか。何、そこのエアクリーンとこの、一応インテークはマインズのやつ。あ、マインズなんだ、はい、なんか自作で作ったかと思ったワンオーケーなんかしかと思ったで、あと何があったの。エンジンはキャップ、ピラーキャップ。キャップはニスモから出てる純正。いや、あ、別でつけたやつ。はい。はぁ、なんか変わった車だな。ちょっとこの車のうんちく言える。うんちく。うんちくは僕にはないんですけど。そんなに台数がないと思う、この車の。多分なんせ 1.2 のがよく売れてる感じですね。さすがにこれ買う人って相当マニアック。あ、いたマニアックな。そうですね。そうだよね、形がなんか速そうに見えないんだよな。なんだろうね、エンジンレスポンスすこぶるいんだけど。これプロジェクト入ってたっけ。入ってます。あれ入ってた。一応ハロゲンと入ってる。オプションで LED 変更できる。あ、これは LED？ もう純正から LED。 はい。あ、なるほど。ちょっと見ていい、純正 LED。 あ、どうぞ。黄色い。いや、あ、黄色くないね。意外に青。ちょっと
1個前ぐらいの1世代前だとさ、 LED がちょっとまだ黄色っぽいよね、あの電球色に近いよな。そうですね、これならいいや、白いね、結構かっこいいよこれ。ほう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 、剣服ついてる。あれこれ引っ張っても大丈夫ですね。一応目が奥山なんですなんで。引っ張っても大丈夫ねこれ。今ちょっと硬いです。なんでこれすごい、あ、穴開けたのこれ。あの自分で。あ、そっか、ここ開けちゃうとダサいもんね。そう、全部開けたらダサいんで、ね、自分で。高いこれ。1万6000円。結構するね、これでいいじゃないですか。結構高いね。はあ。これってエンジンオンで常時点灯？普通はここの、スモールで、スモール連動でつく。あ、本来は本来つくんですけど、じゃあホグ扱いでね。今は、今はもうデイライト、アクセサリーで。あ、繋ぎ直したの？繋ぎ直した。あー、ここはやっぱね、スイッチでオンと。あ、やっぱそっちの方がいいよね。せっかくこういう形してるのにさ、ねえ、なんかライトすぐ手がつかない嫌じゃない。やっぱデイライトがいいね。じゃあちょっと横見てみようかな。じゃあ横見てみましょう、はい、さあ横です。だいぶスポーティーだね。そうですね、だいぶスポーティーだね、はい、これこれも作ってもらうの？そうです。あれ待って、本来はじゃあついてないの？これついてないです。これ自分でデザインしたの？あと一応マーチとか、あのウィングロードで出てるやつをモデルに。あ、そういうデザイン的な感じでつけたんだ。そうですね、まあ、色と合うよね。でも、はい、これじゃあニステモって書いてあるの？じゃあもうそうだよね。これは一応市販化されてるやつを。あ、市販化されてるやつなんだ、はい、これも純正でこういう色なの？純正で、はい。なんかおしゃれだね、なんかこのノートね。ちょっと足元、ホイールは、はい、SSR SSR の GTV01 です。これ軽いの？軽いですね。軽そうじゃない？はい、すごい。これで何インチの？18？ これで17です。 17？この純正も17で。走るに理想だね、もうこの感じって。ゴムといい、扁平といい。そうですね、なんかいいね。ちなみに足ってどうなってんのこれ？足はノーマルです。だよね、なんかさっきあれと思って、なんかえらい下がってんなと思って。純正よりは下がってます、ね、指3本分ぐらいしかクリアランスがない。これどうなんだろう、下げると、ね、なんか違うね。下げるとなんか下げちゃダメな気がする。いろんなとこも多分擦りそうで怖いですよね。だしなんかその多分これって足絶対違うから、その性能がほら損なわれそう。車高調つけてもちゃんと差つけないと、まあそうね、逆に悪くなりそう、はい、跳ねすぎるとか。ちょっと硬そうだねみたいな感じで、なんか動き見ると友達からもそうですね、硬いって言われるね絶対。まあ、ここのサイドステップなんかニスモの形えぐいね。一応エアロ時代がみんなダウンフォースとか考えてある設計なんで。あー、これ、はい、これだいぶこっちに張り出してるよ。なんか2枚重なってるみたいだね。なんかこのハーフのスポイラーのスカートの下にこうくっついてる感じ。そっから空気抜けるのかな。1枚もんじゃないですか、ね、1枚もなんかすごく2枚ついてるみたいなデザイン見えますけど、はい、ね、俺もう1個突っ込んでいいかな、はい、なんでこれホンダのバイザーみたいなバイザーなのこれ無限バイザーみたいな。すごく似てない？真似かな。どっちが先なんで、これインパルのやつ？インパルのやつ。あ、でもここにダクトついてる。まあこれ多分デザインかな。実際これどうなんだろうね。ホンダ車の無限といい、このインパルのこのバイザーといい、どうなんですかね。なんか変わる？タバコ吸わないんで分かんない。でも窓開けた時雨が入りにくいかもね、こうガラスに近いから。いや、こっから入ってくるんですよ。あ、入っちゃうの、はい、入っちゃうの。あ、開けた時に必要じゃなけると垂れてくる。そうですね、中に入ってくるよね。そうそうそうって、はい、これやべえな。ちなみにさっき言ったリアがディスク、はい、どんだけ違うんだろうねこれで。ノーマルの、ね、ノートは乗った方で言ってんの、どんだけ違うのかなって。変わんないよ。変わんない、本当に変わんないのかな。いや変わるでしょ、絶対変わるでしょ。え、ノーマルノート乗ったことある？ありますけど。え、じゃあ違いどう？
ノーマルロード結構足だるい感じがする。足は多分柔らかい方だ。こっちの方がシャキッとするね多分。こっちの方が硬いです、ね、断然多分だと思うけど、はい、じゃあこんな感じでリア見てみようかな。はい、照れてんの。じゃあリア見てみましょう。さあリア、はい、リアスポイラーでかいなこれ。意外に効きます。え、効く本当に。あ、浮かない、後ろ浮かないです。わかる。本当に。それどういう時にわかるの。高速乗ってても100ピーって入るぐらいね、うん、ピー入るぐらいで効かないぐらい。でも浮かないです。まあどっちにしろ、そうそう浮いてもらっちゃ困るけどね。どっちにしろ。このテールもまた奇抜な形だねこれ。テールは一応何だったっけこのデザイン、こういうデザイン忘れちゃった。なんか名前あったよねこういうデザイン。 Z とかもこういうシュシュブーメラン出ます。ブーメラン。え、これどこ乗ってるの。はい、え、このテールがどこ乗ってるの。これは一応ノートの後期型の純正のテール、うん、あ、純正なのこれ。はい、めちゃかっこいいやんこの。何このデザイン、社会かと思っちゃった。純正なんだ。ここのスモール部分、ここ LED じゃないんですよ。え、何普通の電球、電球というか。そうでしょう。あ、本当です。ちょっとつけてみて。うそ。あ、ついてないね、はい、オッケー、ついた。うそ。本当です。普通の電球なんです。本当はここから光ってる。これちょっと残念だよね。残念だったね。せめてファイバーでさ、こっちとこっちからこうやって、そうやってほしかったんですけど、大したことじゃないのにね。別に1、2、3、4発かこの内外で、そうですね、こうやってやれば光るよね。本当になんでこれちょっと、でも夜見たら綺麗じゃん。あ、でムラがありそう色に。あー、そうですね、綺麗にこう光らないの多分。光ら…一応LED は入ってるんですけど、中にはこの辺玉が入ってんの。いや、もう後ろからパコッ取れるの、はい、え、それをただ LED で変えたの。はい、余計多分光広がらなくならない。いや、そうでもない。そうでもない、はい、これはちょっと残念だよ日産。やっちゃい日産。本当です。でもこっちは LED だよ。ブレーキは、はい、こんなバカになってる。マジかよ。あー、これは残念。あとちょっとあったね。本当ですね。社会ないの。ないんですよ。ないの。え、自分でこれむしろ LED 打っちゃえばいいね、これ。均等に光る。一回前期型で自分で作ったんですけど、空、うんうん、割りっていうか大変で。うん、大変だよね空割りが。なるほど。リアバンプもかっこいいね。縦にね、リフレクターがこうしちゃってこう。こいつがリフレクター入ってないんで、後付けでつけないと車検が通らないんですよ。え、これって何？つけたの自分で。自分で前期型は下に入ってるんですけど。待って、なんてこれ純正でしょ。純正です。え、ここにもともと入ってないの。入ってないです。え、なんで。ノーマルは下に入ってるんですけど、ノーマルの後期型はこれが前期型。あ、これ後期テール。後期テールです。あ、後期テールだからか。そうです。あ、そっかだよね。はい、あ、理解した。これが前期テールだったら入ってるのね。入ってます。で、こう来てつけたことによってここにつけたかもしれない。そうです。あ、なるほど。はい、もう、ね、前期がよく分からなかったよ。なるほどね。あ、またリアもすごく、またこれなんか赤じゃなくて味黄色っぽいね、なんか。そうだ、ちょっと暗め中だね、なんか。目すかね。ね、あ、ここでも剣服ついてる。これも引っ張れそう。これ剣服の方。剣服で。もうちょっとマフラーが可愛いマフラーがついてるけど。どこのマフラー。これもニスモから出てるチタンマフラーの。チタンなの、はい、純正ではないの。純正はステンです。あ、じゃあそれから変えたんだ、はい、ちょっと音聞かせてもらっていい。はい、なるほど。綺麗な音するね。そう、うるさくないね。本当にちょうどいい。うるさくない。うん、ただ
俺寂しいからちょっともうちょっとコーンって欲しいね。てかなんか今の年出てきたこれちょっとえもっともっとなんかボンって言ってよかったね。砲弾みたいなボン入れてもうインパクトみたいな、もうこんだけやるがね、すごくインパクトあるからすごくちょっと小ぶりかなと思ったけどどうなんだろう。そうですね、もっとボコーンってこういくとインパクトあってね。でも高そうだね、このマフラー。一応センターとリアセットで19万です、うん、あっけ19万、はい、2分割一応3分割で、センターとリア、センターリアリアセットで19万。ミストも高いね。まあ使ってる素材も素材なので、まあ素材もだし多分性能も多分いいと思うね。まあ、考えてあるね。高いなちょっと試乗インプレッションしたいな。どうぞ。何に近い感じ。あーどうか、スイスポスイスポみたいな感じなの。排気とか排気量的にはあんま変わんないと思う。こっちの方が速いでしょ。スイスポってそんなに速くないよ。乗ったことないんだ僕、わかんないんですけど、なんかぶん回せる感じ。スイスポって運転の楽しんでぶん回せる感じ。あそんな感じですかね。じゃあちょっとどんな感じか乗ってみましょ う, どうぞ。それではシージャンプレッシングいきましょう。はい、さあいきますか、はい、これさあデレレスポンス強くない。なにこれデレレスポンスいいよ。これどうなってんの。クラッチ重たい。何ついてんの。超強化ついてますね。硬いね。待って待って何がの何がのえ何これスロコン。スロコンのせいもあるみたいですね。これスロコンオフできる。ちょっとオフでそのもののちょっと走り体感したい。これオフ。これオフです。でもそんなに鈍くなくない。何この車。いや速いよこれ速いよこれねえいや速いでしょ普通に。いける感じ。いいです。ほら切れてなってほらほら何これ。ベタで踏んでると切っていくね。いきますね。何これ恐ろしいくらいだこれ速いわ。それ1080キロに140馬力はい速いよね。すげえ考えてこれ面白いえ、なんだろう 2.5 リッターぐらいのパワーあるね。セダンでいう 2.5 リッターぐらいかな。2リットあるかな。どれぐらいあるんだろう。どうなんですかね。すごいダイレクト。あー 2.5 ないぐらいかな。ないぐらいだね。でも近いもんない。ちょっともうそんなでっかい背景はどうないんで。背景めっちゃ効くよこれ。全然違うよ。でもノーマルなんですけどね。もうちょい変えたいぐらいですけど。もうちょい変えたい。わあめっちゃいい走りするこれ。ほらやばくねこれ。今これ二速の5000回転か全開。どこ行くねこれ。なんじゃこれ。ね、大丈夫この車。大丈夫やばいでしょこれ。びっくりした。速い。しかも足めっちゃいいやん。足の作り最高。足めっちゃいいな。で止まる。化け物だなこれ。化け物だなこれ。あーすげえすげえすげえこれこれはいいや。ちょっとバカにしちゃったわ。ノート早いわこれ
最初びっくりしたあの時。すっげえこれ。7000回転。ドラ速いこれ。200出るでしょこれ。帰るよ、出るよねこれ。しかもレスポンスだ、これクラッチのせいかな、このダイレクト、ダイレクトやつ。すっごいダイレクト。おお。結構安定性良くない？いいと思います。ねえ、こういう車ありだな。足めっちゃいいと思わないこれ。ここはちょうどいいと思います。ねえ、乗り心地悪くないね。ないですね。すっごいしなやか味が。ちょっとびっくりした。ノートにこのクオリティはやばいね。だって変な話さ、まあ100後半飛ばしても怖くなくないこれ。この感じ怖くないです。まあ速度感多少なんか音が入るから感じるだろうけど、はい、車的にはすごいしっかりしてる。なんだこれ、反則だよこれ。なんて言えばいいんだろう。でもやっぱりシビックにはかなわないとこあるね。なんかまあそうですね、もう一声欲しいね。そしたらシビックにかなう気がする。音がまた気持ちいいねこれ。すっげーなこれ。これいい、これいい。この出る3つの GR でしょっけ。うん、うん、あれも鬼畜っすけどね。まあ3つも3つでね、こういうなんだろう、低排気量のさ車のなんていうの、こういうモデルって楽しいよね。そうっすね、うん、エンジンぶん回せるもんね。あんまり速すぎるとさ回せないもんだって。回せないです。怖いよね、飛んでっちゃいそうなる。これすっげーレスポンスいい。止まる止まる、こりゃ楽しいわ。根本的な性能が良すぎるこれ。ああいうプロのドライバーから言われてるとなんか辛口評価するね。これ、まあ、じゃあそのプロの評価っていうかさ、あのそれはレーサーが乗るやね。ああそうですね。だって街中乗るんだよ。コースなんて言ってんのプロのレーサーは。あの LSD がオプションなんですよこれ。うん、それがついてないとか。あ、そういうこと。そんなことは別に後から作れない。じゃあどうしてもあのプロのレーサーとかでやっぱりまひってるじゃん。そのなんていうの、すごいクラブばっか乗ってるからさ。まあ例えば俺も、例えばじゃあ結構輸入車とか大型排気量乗ったりするとまひるんだよね、なんか。はい。で何が基準か正直分からなくなる。ああ、正直ね。あとレーサー目線とさ、ほら俺一般人目線だから、お前一般ユーザー目線っていうの。そうですね。だからそういう人から見るのとレーサーの目線だったら違う。はい。逆に俺らからしたらレーサーの目線って分かんないし、分かんない。レーシングなんか乗ったことないやん。だからどんな走りですかも分かんないじゃん。だから難しいよねこれ。辛口なの。辛口何事なの、その LSD 以外で。そういうあとなんかいろいろとなんか言ってる感じはありますかね。このノートっていうキャラを考えてこの味付けだったらむちゃくちゃいいと思うよ。価格帯といい、値段とか、そのキャラクター、ノートのキャラクターとまた街乗りするっていう目線から見るとむちゃくちゃいい車だと思うよ。ただこれをサーキット持ち込んでガチで走ろうと思ったらちょっとこのままじゃダメなんじゃないかなとは思う。やっぱりどうしてもこれ100超えると排気量のせいかさ、やっぱちょっともたつくかなと思う。100までの瞬発力がむちゃくちゃ速いねと思った。高回転向きじゃないんで。だからなんていうの、ちょこちょこ動く感じのとこだとすごく速く走れると思う。特に峠道とかじゃない、ね、だとシャン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 、はい、一気に加速して一気に減速できるじゃん、軽いから。そういうとこ向きじゃないかな。さっきとちょっと多分さっきって言ったらこの辺からもたつくだろうね、180手前ぐらいから。ああそうかしら、うん、200行く前がちょっと苦しいと思うの。だそういうとこで走るとやっぱり悪さが見えちゃうよね多分。ああ、はい、逆に一般人が見たら悪さが見えないと思う。あと扱いきれなくね、こんなんだって峠行ってガンガン 100% 扱える。
無理です。無理だと思う、本当に。だからまあレーサー目線であまり聞くとね、ちょっと違うかもしれない。それでほら普通のユーザーが、あ、良くないんだって認識しよう。そういう人がそうやって言うと、やっぱなんか普通の人よりほら経験があるわけじゃん、車を乗ってるし、ね、だから信じちゃうよね。そうですね、難しいとこだよね。俺はいいと思うよ、全然乗ったら分かるよ。不満？いや不満じゃない、不満じゃないでしょ、これ不満だったら何乗るって話じゃないし本当に。でもあのなんていうのほら、まあ例えばシルビアだったりとか、そういうのとまた違うじゃん。なるほど、ね、ターボでドカーンっていく感じじゃないから、まあ86とかと似てない？なんか踏んで遊べるっていうジャンルじゃない。86もぶっ飛んで速くないもんだって。そうですね、うん、いやこれはね面白いよ、普通にびっくりした。スイスクール速いスイスクなんだろう、なんかもたつくんだよな。こうなんか乗りやすくできてる。あこれ面白いや。いいよねレスポンス。なんだろうなこれ、はい、こんな感じで今日はノート、はい、ニスモ S、はい、めちゃくちゃいい車ってこれびっくりした。いやここまですごいと思わなかったね正直。でこのシートもほらめっちゃいいの。これもオプションですね。これオプションなの、はい、めっちゃいいよこのシートは。体がしっかりねホールド、程よくがっちりじゃないけど程よくホールドされてる。疲れないぐらい、あんまりこうやられすぎると疲れてくれる。そうですね、うん、このぐらいがいい。これ理想だねシビックも確かあれはまあぶっ飛んで速い。 うん、あれはまあ別物だよね。なんだろうこれに近い車、なんだろうね。キットの RS も遅いですからね。あれは。でも俺フィットの RS よりこっちがいいな。でもやっぱホンダの方がいいってイメージが強い。イメージ的にやっぱホンダのマニアの人から言ったらホンダが一番ってあんま言うとね言われるからだけどまだ乗ってみるのもいいよねこういう車を。俺車全般的に好きだからさ、何乗ってもこれはいいね、はい、こんな感じで今日はノート NA だよね。 NA です。ターボついたらバケモンやもん。下からガーン来た上に上から来るでしょ。ひゃーターボ半速かよこれ。ダメだねつけちゃうだって2速で半分ぐらいでカンって入れたらギャーだよ。多分軽いんだね車体が。楽しかったですはい、はい、また面白いくなったら持ってください。デルさんさよなら。So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling.